第2回ウィナーズカップ、愛媛県の松山競輪場で行われます。第1回の覇者は神奈川の郡司浩平だったんですけれども、出場権を取れずに、出場していません。ちょっと1着の回数が多い、または、F1 の優勝が必要だったということで、大駒といいますか、有力選手で出場していない選手がいて、おやっと思われる方も、いるかと思いますが、その分若手であったり F1 で成績を残してきた、また1着が多い選手ということが、大会開催この花を添えるような形でレースを行っていきます。特にまだこの四国地方、このすごく選手が多く出てきて、徳島からは9人、若手を含めまたベテランもすごくこう華やかになってきています。地元の渡辺哲夫、橋本剛の2人、そして、香川の香川雄星、池田則明、総勢四国だけでも13人ということになっています。この四国勢が、中四国、中国勢と一緒になり、遠征勢をどれだけ打ち負かしていくのか、本当にこう四国旋風でシリーズを席巻してしまうのか、非常にこう楽しみなところになってきます。初日は特選が3つ行われますが、狙いを出していこうと思います。狙いは10レースからになります。まず並びですが、7番2番、三谷隆起に稲川翔、3番5番、平原浩太、諸橋恵夢、中四国勢は6番の斉迫海に1番小川慎太郎、そして9番の原田健太郎で3人並びます。4番8番中川誠一郎に坂本健太郎の駒切れ戦、狙うは2番の稲川翔。中四国勢がやはり二段掛けを狙って、小川慎太郎、原田健太郎のゴール前勝負というところも狙いになってくるんですが、平原浩太と三谷隆起、この2人は本当に別戦に簡単にはさせない、しかもこういう二段掛け相手に楽をさせない、平原や三谷というところが動いてくることで、正直中川誠一郎の一撃狙いたいなというところもあるんですけれども、三谷隆起につける稲川翔、松坂記念素晴らしい野手で優勝したんですが、ちょっとその後が失格もあったり苦しんでいる。ただ三谷隆起と連動することで稲川翔のレースの中でのこのスイッチが完全にオンに入る。この時の稲川翔の鋭い伸びであったり、本当に横にも動くかと思います。そして最後は松坂記念の決勝のように鋭い伸び、あの時は村上義弘の番手からの伸びだったんですけれども、今回も似たような雰囲気になるんではないかなと思います。稲川翔から、発進含みの最速などを切った、6点、30点で狙おうと思います。10レースは稲川翔から狙っていこうと思います。11レース深谷智弘、浅井光太、昨年の平塚グランプリ以来のタッグになります。深谷智弘は本当にナショナルチームの活動を中心にやっていたので、2018年はこれが初めての走りになります。ファンの方非常にこう楽しみにされていたかと思いますが、また平塚グランプリのような感動、今年は1年間やってくれるものと思います。12レースなんですけれども、新田雄大と渡辺和成がここもタッグ、渡辺和成、今年初めての走りになります。渡辺和成ももう長くナショナルチームで活躍していて、本当にこう競輪でも競技でも、全くこう緩みのない素晴らしい走りを見せてくれています。渡辺和成のこの1年、またこの先の競輪、そして競技両面にわたっての活躍、これからも目が離せません。深谷であり和成、そして新田、このナショナルチームの、面々からも、目が離せない状況でありますので、競輪と合わせて追っかけていってほしいなと思います。